ストは明日の新作です。こちら品番が 2098i のニューバランスクラシックパック WL996 シリーズです。はい。でこちらがカラーがこっちのライトベージュとライトグレーの2色展開で、こちらはサイズが SML LL4 サイズございます。はい。でこちらお値段税込み18,900円でございます。はい。すごい、イズシーで去年から大人気だった、こちらのニューバランスシリーズの新色でございます。はい、では、おすすめポイントをお伝えさせていただくんですが、こちらはですね、すごいやっぱ流されてるじゃないわ。長く愛されてる、この996シリーズの新バージョンでございます。はい。結構女性向けになってるので、すごいシルエットとかもすごいスリムで、結構皆さん足に馴染みやすい形かなと思います。でこちらの WL996 シリーズっていうのが、環境に優しいクロムフリースエードクロムフリースエード、あ、ここですね。ここのスエードが、その環境に優しいものだったり、あと植物由来のテキスタイルリサイクル材などを使ったアイテムをご使用してます。こんな感じで、後ろもね、ちょっと変わってるんですけど、こんな感じで、ちょっと結構環境に優しい、アイテムを使った、アイテムというか素材を使ったアイテムでございます。で結構カラー自体は淡めのカラーになるので、すごいコーディネートとかも合わせやすいと思いますし、今からの時期に履いていただきやすいカラーリングかなと思います。でこちら結構クッション性に優れたクラシックパックっていうので、クッション性に優れた 2層構造のミッドソールとインソールで展開してるそうなので、結構足の疲れとかもね、ごめんなさい、めちゃめちゃ噛んでますね、足の疲れとかもやっぱスニーカーなので軽減されるかなと思います。はい。まあ、何より違うのがやっぱ結構こういう環境に優しいものを使ったアイテムになりますね。です。ごめんなさい、めちゃめちゃ噛みましたね、本当にカタカナが読めなくてごめんなさい失礼いたしました。あ、ミンさん、スウェードですか？まあ、そうですね、スウェード調にはなります。こんな感じ。結構めちゃめちゃ冬素材っぽいスウェードっていうよりかは、まあ、ちょっと軽いスウェード系かな？スウェード調にはなりますが。けどまあ、見た目はね、全然今からの時期使っていただけて、冬っぽくは全くないので、これはオールシーズン履いていただけるアイテムになってます。はい。あえなさん、ニューバランスのグレー買ったばっかりだけど、このベージュ欲しいね。かわいいですよね。このロゴのところも、ちょっとシルバーで結構高見えアイテムだったりとか、結構ベージュはすごい抜け感が出るので、いろんなコーディネートにほんと使っていただきやすいかなと思います。後ろもこんな感じです。はい。です。一応着用ね、感をお伝えすると、これが S、ML、LL サイズの4サイズ展開で、今ね、これがね、23センチかな？よいしょ。これがね、多分23.5 だ。よいしょ。23.5 と、これがね、ちょっと今、イズシーにあるサンプルが 23.5 と24。の2サイズしかなくて、本来だったら、販売は4サイズあるんですけど、ちょっとサンプルが2つしかなくて申し訳ないんですけど、一応着用感をお伝えすると、私普段 S なんですよね。22.5 なので、ちょっとね、ニューバランス、まあ、いけないことはないですね。ちょっとサンプルが 23.5 しかないんですけど、やっぱ 23.5 だったらちょっと、大きいかなって感じですね。なんか横幅はまあいけないこともないんですけど、そうやっぱ前が余ってるので、私は絶対買うなら23ですね。23をこうでぴったりかなと思います。ちょっとサンプルがなくて、絶対これですっていうのが言い切れなくて申し訳ないんですけど、私ちょっとやっぱ 23.5 だと、指1点、
るんですが、ちょっと動画のコメントももらってますので、サイズ近い方はご参考にしていただけたらと思います。ちょっと待ってくださいね。どこ行った、あれ、どこ、どこ行った、どこ行った、りんちゃん、あれ、ちょっと待ってくださいね。あれ、コメントもらったやつ、あれ、でで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 、あ、もしかして私こっちでもらった、ちょっと待ってくださいね。あれ、どこ行った、りんちゃん、あ、たたた、お待たせしました。じゃありんちゃんのコメントをいただいてるので流します。りんちゃんは普段ね24センチです。今24センチのニューバランスを履いています、ちょっとだけ親指が当たるのが気になるので 24.5 センチのサイズを選ぶ方はちょっときついかもしれないです。24センチであれば薄手の靴下なら大丈夫です。ちょっと冬とかタイツとか厚手の靴下履いちゃうと親指がきついなって感じかもしれませんので、薄手の靴下がいいと思います。横幅はこれで大丈夫です。以上です。今24センチのニューバランスを履いています。お願いします。ちょっとだけ親指が当たるのが気になるので 24.5 センチのサイズを選ぶ方はちょっときついかもしれないです。24センチであれば薄手の靴下なら大丈夫です。ちょっと冬とかタイツとか厚手の靴下履いちゃうと親指がきついなって感じかもしれませんので、薄手の靴下がいいと思います。横幅はこれで大丈夫です。以上です。はい、ってな感じで、普段りんちゃん24で、このサンプル24センチを履いてくれたんですけど、横幅は全然問題なさそうなんですけど、ちょっと縦がちょっと分厚い靴下だったらちょっと窮屈感を感じるかもしれないので、薄手の靴下だったら、24、普段通りのサイズで大丈夫かなってことです。はい。なので、もし、結構分厚めの靴下履くことが多い方とかは、ワンサイズ 0.5 上げていただいた方がいいかなと思います。はい。結構ちっちゃいよりね、なんか大きかったら中敷きとかで、いろいろ、誤差は防げるんですけど、結構ちっちゃいってなるとやっぱどうしても結構足に負担がかかるので、もし靴下をちょっと分厚めの方が多いな、履くこと多いなって方はちょっとワンサイズ上げていただいた方がいいかもしれないです。はい、ちょっとサンプルがね、ほんと 23.5 センチと24しかないので、ね、ゆうちゃんのコメントも取れたらよかったんですけど、ゆうちゃん 24.5 なので、普段ちょっとサイズ感がね24だったらきついので、ちょっとゆうちゃんのコメントはなくて申し訳ないんですけど、まあワンサイズ上げていただいた方が、サイズ感的には問題ないかなと思うので、もし購入される際は普段24センチだったら 24.5 のサイズにしていただいた方が、まあ安心して履いてはいただけるかなと思います。はい、です。あ、なんか止まってました。ごめんなさい。あ、全然です。このね、スウェードも本当オールシーズン全然問題なく履いていただける感じかなと思います。はい。かわいいですね。こっちもロゴは一応、この縁はね、シルバーなんですけど、グレーだったらそんなわかりにくいかな。結構ね、ベージュだったらこのシルバーがすごい目立つんですけど、このグレーだったらそこまで違和感なく結構シンプルなワンカラーとして履いていただけるかなと思います。けどこのソールもすごいおしゃれな感じが、雰囲気が漂うアイテムかなと思います。です。じゃあニューバランスは大丈夫そうですかね。多分私もね、今ちょっとサンプルが2サイズしかなくて 23.5 を履いてるんですけど、なんか23、普段私 S サイズの 22.5 を履くことが多いんですけど、にしてはなんか 23.5 そこまで余ってないので、ほんと 0.5 いつもより1個上のサイズの方がいいかもしれないですね。
の方が多分、まあ、もしちょっと大きかっても中敷きで微調節はできるし、紐のきつさとかで微調節はできるので、多分 0.5 いつもよりワンサイズ上げていただいた方が多分安心して履いていただけるかなとは思います。はい、よかったらご参考にしていただけたら嬉しいです。